こんにちは。千葉に帰ってきてます。千葉で僕は生まれ育ったんですけれど、実家がね、今もあの両親が、まだ生きてますが施設に入り、大分の方に連れてきたので、空き家になっているので、よく帰ってきてます。はい、この町で生まれ育ちました。向こうに見えるのは清掃工場の煙突で、まあ僕が子供の時にはなかったんだけどね、二十歳過ぎて家を出て、まあ30ぐらいの時に戻ってきて、その時はその時からずっと、ね、清掃工場の近くにはちゃんと綺麗な公園があるんですよ。そこで僕の練習場所でした。まだ明るいですね。酒井さん、酒井さん、そういえばこの間コメントをいただいたまんま今読み返したという、聞きたいですって何だっけって何だっけって思って読んでました。もし、思い出すとしたら、僕が音楽を始めたきっかけの歌を歌おうかなって言って、なんか確か途中で切れちゃったんだよね。豆っていう曲を歌って、僕中学生1年生の時に自分の歌を作りたいって思ったきっかけが、当時別に音楽興味なかったんだけど、ブルーハーツが流行っていて、音楽を聴くことがちょっと大人びて、見える年頃で、みんなに合わせて CD というものを買ったりしていたんですよ。豆ですよね、やっぱ。ありがとうございます。それよく音楽どうやって何が楽しいんだろうって思いながら音楽を、聴いていたので、まあ、とりあえず大人は分かってくれないとか何か言ってればいいのかなみたいな、そういう思春期入り口だったんですけれど、あれしたんですよね。その今、そうだね、2学期だね1年生の2学期、僕はどっちかっていうといじめられっ子で、まあ、そんないじめられるってほどじゃないんだけど、いや、わかんない、自覚がなかっただけかもしれない。背がちっちゃくて、いじめられっ子、いじられキャラ、
で、まあ、僕はめげずに上級同級生が上級生みたいに大きいわけだから、全力でいたずらをしては、捕まってプロレス技をかけられるという、たわいもない、中学生、子供でしたね、子供のじゃれ合いです。それがある時同じような同じようないじられいじめられキャラのちょっと当たりの柔らかい、お友達、彼のことは僕は好きだったんですけど、ね、子供ですから、どうやって彼と遊ぶかっていうと、彼の上履きを取って逃げるということをしてそれで、まあ、大概ね、僕はそう、大体そんなことをしたらすぐ捕まってヘッドロックをかけられるというパターンだったんですけれど、彼は僕に追いつけずに、ね、泣き出しちゃって、それでまあなんかびっくりして、僕もとぼとぼと2人で無言で帰って歩いたんですよ。帰り道もう帰ろっかみたいな感じで、それでもう何言っていいか分かんないから、もうとりあえずごめんねって言ってみたんです。そしたらまた彼は泣き出して僕の肩にすがり